それで黒もはみ出さずに避けてる。はい、まあこれはこんなもんですね。で、押さえて、押さえて、押さえて、引いて、で、下がりますね。これすごく頑張ってて、頑張ってですね。まあ次は普通なんですけどね。普通、この辺が普通でしょ。はい。ね、はい、これ頑張ったんだよね、これ。はい、これちょっとね、まあ椅子、これはこうやろうという意味なんですけどもね、ちょっとでも、ここ、いろいろね、黒から狙いがあって、まあ、いい感じになりまして。なんか、藤本さん、質問ない？質問、質問。皆さん質問してよ、じゃんじゃん。はい、せっかくの機会だから。どうしたの？どう、藤本さん、何かいい、ここで、どう、質問。あの一目はあれ必要、今の段階で、あれ、三年一の黒これです。うん、必要だと下駄があるもん。トシャちゃん、トシャちゃん、トシャちゃん、下駄はあるよ、下駄がある。どうだけだこれね、こうすんだろ。あ、今ね、うん、これはしかしこうすんだろ、こっちが生きとるから。私は今助けても、あの狙いがないですから。こっち側は、だって石割るもん。まあこれ多分ね、ああ、大きいか。ああ、そうか。まあ黒やここの切りが本命なんで、ね。いや、ここ切る前には、その黒をとと、あの生きとかなかったけど。まあ今現在左目が忙しいですので、もちろん、ね。まあ今こう開いて。で、こっち打ったんですか。で、解除ですね。これはちょうど映った分の姿にも映ってますね。で、ここで次の手がちょっと気がつかないですね。いきなりここへ伸びていったらね。これはね、はい、太び打つと、すると、まあ、切ろうという、ね、切って、なんか締め付けないとか。ここで白がね、突き当たれば、これどうしますか。跳ねるな。跳ねる。押さえる。跳ねて押さえると、これ。次はもう跳ねられてるんだけど。ここ開けなかった。1、2、3、4。あ、ちょっと開ける。1、2、3、4、5って全然。あ、では次は。いや、ちょっとこれ面白いところです。ちょっと今やりましょうか。あ、伸び、降りるんか。そうそう、下がりが正しいですね。あ、下がりがね。深いところ。これが正しい。これが正しい。これでしょうか。これはですね、跳ねられて、あんなの降りるって、これ、いや、初めてですか。振られて、これ、すぐに入れない形なので、これ、無条件では取れないですね。ですね、はい、ただ、白は下がる手があるので、うん、跳ねすぎでは、手にならない。だから跳ねてここに段までしていく。そうか、ね、この手がね、跳ねてだからもう一つ二段まで。こうで切ればこれに。こうやるな。ね、この手があるとかね。こういうふうにか。こうですね。跳ね継ぎでは下がられてばかりなので、二段までがいいです。まあこれがあ、こうやったらこれいっぱい石あるね。あ、ないか。あ、ここにありますね。あ、そう。まあ、これこうが嫌なので、こちらから、こちらから跳ねれば一応無条件に取れるんですけども、取るならね、今度はこうやられて、だめにこうやって、これはちょっと白つらいですよね。まあ、サブでいいかね。そういうことでね、いきなり伸びるというかね、まあ、白の下がった手を、まあ、とがめにいったわけですよね、この下がりをね。それで突き落とす。まあ、こっちにこの切りがありますよと言ってるわけですね。これでも切ったんですね。で、切った。もうこれで荷物取られてるように見えるんですけども、黒の荷物ね。
頑張ってきたんですね。何？見えない。これ押さえられたらなんか何ですかこれ。これどうですか黒。ここで手筋が出るんですよね。伸びる何をつけ、これ単につける、ここの単につけるという、単をこびつけるのがうまいというかね、これがうまいというかね、これが半分切り取るね。まあ、白が2本を切るには当てるしか当てる、言ったあるって、どこか座ってて、で、まあ、つなげば助かりますけど、まずは23本ね、このつける手以外では取れないんですね。例えば単にこうやるのでは追い詰められて2手しかないですから、もう次は間に合わないですよね。単つけが手数ですよね。そこで白はこんなわけですね。まあ、つけを防いだんですね。あ、これがないんだ、失礼ね、これがないですね。で、コスミつけ、コスミつけ、これがまあ、すべてですよね。はい、出れば、今度は押さえますからね。で、で、突き当たり、はい、これでまた隅に攻め合いなんですけど、下がったらもう下がりましたよね。だってね、2人はダメが詰まった。あ、そうですね。ダメが開いてましたね、今度。ダメが開いてるので、まあ黒が勝てるんですけど、こう下がったんですけどね。こう打つと、こうなる。はい。これも。いや、跳ねつけば、無条件勝ちなんですよ、これ。跳ねつけば。ついで。はい。先ほど違って、ここ1個開いてますので、もし下がっても、ここへ曲がるんですね。ああ、なるね。ここへ曲がって、ね、まあ、それしかないですね。それで詰めておけば、一手勝ちなんですね、これは。一、二、三、四、五手。六手はかんないですね。まあ、一手勝ちなんですね。3手と4手ですからね。なんですよ。跳ねつけは無条件勝ちなんですよね。まあ、普通の皆さん跳ねつくと思うんですけど、攻め合いですから。下がるっていうのは、跳ねつけは勝っとるのを下がったってことは、下がってこれで勝ってないんですよね、これ。不思議なんですよね。下がったけどな。下がったんですよね。これでも取れてないんですよね、これ。下がれんとは。これが不思議なところで押さえられてね。寄せ目なんか押さえた。まあ置くのが筋なんですけど、寄せ目のね。最後に行って、押さえて。これ勝ってるように見えるんですけど、ただここでですね、白が、そんな手は見つからまで。ここへこう。見やるんです。まあ、こうなんですけど、一手寄せた方がいいんですね、正しい。白はもう一手打った方ですから、まあ、黒が有利な方ではあるんですけどね。ただ無条件で取れてるわけではないんです。まあ、ちょっと難しいですよね。まあでも攻め合い的には跳ねついてる方が正しいと思うんですよね。何も言ってなかったんですか。いや、まあ、なんかこの場合取った時に字が飛ぶだって言ってたらしいね。ああ、そうです。ただまあ一手寄せ子だから、まあ怖くないということらしいんですけどね。まあ跳ねつけとかが間違いないですけどね。でまあ一応隅は取れたと言って、まあ黒成功ですよね。でも隅は取れてしまえばね、
ただ次の手いいですね。この手はあのこの碁で一番なんか、ここですね。これではいい手ですね。いかにもなんかお互いのね勢力の。しかし黒が良いそうだけどね。そうだね。まあ味は多いです。黒がね味は多いですけど、なんとなく白の方が楽しいですね。いやこの手はいい手ですね。これは素晴らしい手だと思いました。で次に第2ラウンドで、まあ一応左で今度はまあこちらですよね。で先ほども言いましたね、ここ生きるのはかかったね。生きるのはやはりこれぐらいでも真ん中は大きすぎるということですね。もう少し増やしてぐらいでは、もうまあ先ほども言いました、ここの切りが狙いなんですよね。というね。コスミスケ、コスミスケの立ちの、まあコスミスケですね。で。あ、でここ挟んだ。ここは挟んでますね。ここで挟んでますね。はい、ここでコスミスケ挟んでますね。はい。そう、ここはあのなんとなくこっち受けにくいのはわかりますね。ここが地にならないですから。うん、あ、なるほどね。いや、これはね。次の手がすごいな。66、67と。あ、ね、普通のとこ打っちゃうと、ね、ここ打つんだね。これあるんだね、こうやって。あ、まあ、この手自体はよくある手なんですけどね。なんですかね、つまりここに来た時に、三々入るとか、まあ、差し込む手とかね、ありますので。66、68で、67、68、69と。そうですね。これはまた、これはあのこの切る必要はないですよね。普通通りさばくとどうなんですか。例えば、ね、例えばね、一番一番すごい三三だと思います。あ、三三ですか。三三でしょ。だってあと普通は普通だとこうだね。じゃあ普通はで跳ねて、跳ねてね、ズームで掛け掛け掛けちょっといいかちょっとね。でこうなって。今でもここにいるからちょっと無理じゃないですか。無理じゃないね。無理じゃない。だけどかけて形をこうやって打ってもパッと抜いちゃう。これは出るでしょ。出る。出て押さえて。押さえて。もう切れないですね、これ。ここに切るとないですか。切るとまあ下がりますよね。下がる。下がって曲がるはやめて。これはここへ。あ、これ、あ、こまあ、曲がるのが必要ですね。これ、もし押さえれば、これ、ちゃんと当て込む手があって、これは黒大成功ですね。これは種の2つが出てますね。なんですが、白はここで、まあ、素朴にこうやります。だけど、こうやられても、今度はこれは打って、こう切って、これがこう打っても当たるか。あ、こうやってそうか。あ、そう、それで取る。あ、ごめんなさい、やっぱこの方が筋がいいですね。こっちの方が筋がいいですね。そうすると、まあ、取りってでしょ。これを、そこでこうやれば。あ、そう。今度はやったね。ここでこうやれば。あ、そうそう。で、こっちを切っても、なんか入りに当たる。ということで、勝てる手は無理なんですよね。仕事細部したからね。ということなんですよね。いますからね。だからまあここで、この手を選ぶしかないんですけども。これなんじゃないかな。まあただ、すぐここを動きに行くのはちょっと黒も苦しいと見てるわけですよね。だから何とかここの切り取で、まあ、さばきのね、
この火をさばきの、なんていうか、糸口っていうかね、日照をということなんですよ。いや、この時はでも、あの、普通の切り取るやつもダメだね、これ。切り取るやつ。つないでこう切っても。この形で。こういうのは。あ、これはこっち出てきます。出てるね。はい、で、こう、はい、これはこう、これはもう周り白多いですから。ダメなんで、ね。ちょっと無理ですね。だからね。だから、ここはまとめたらなのは無理ですからね、この。うん、ということで、はい、こっちから石を、はい、まあ、これはでも、僕はやっぱり組み替えではありますよね。すごい。はい、ない。あと15分。一応1時間半っていう。3分だ。ここがすごくよ。すごいんだ。はい、ですね。で、はい、まあ、次か出るかですけどね。まあ、今日はここに広くいいですかね。まあ、飛び方いいですよね。で、こうしげを引きますね。引っ掛かえて。で、つけて。これとこうやって出るのはまたなんとなく、で、ここで出て、それがまたなんか、その、筋抜いてですね、もうこことこう見合いにしてるってことですよね。で、まあ、こんな。まあ、今度はね、こういう筋抜いてますからね。まあ、これは一応黒はあのうまくさばいたと思います、はい、やっぱりここでここ模様がきがつうというのはあれだね、やばいね。これはですね、この辺と変わってもいいかどうかだと思うんですよね。あれ結局戻らない、結局戻らないといけない、ここ変わってね。これ黒はやっぱりこっちでいきたいんですよ。なるほどね。あの、この後ほどの狙いなんですけど、まず、はい、でここでこうやって打ってこう切ってもらうならまたよそ手に展開できるから、ここちょっと切りにくいですよ、形が悪いね、形が悪いね、はい、そういうこと、ね、80回、90戻っとるね、うん、これは戻らんでやっぱり、これは打たないと、ね、今日からこうやって、こうですね、で、まあ、ここへつけて、こういう手があるんですね。残っとるんだね。残ってるんですけど、まあ、ただ、白も入れる必要もなかったかもしれない。他打ってる方が良かったかもしれない。まあ、こう打っても別に白の隅が生きてますしね。まあ、大きな手でもあるんですが。ただ、まあ、他にどこを使っていくと結構難しいんですよね。まあ、とりあえず、こういう刺さって、出てからでは、こう、こう、出てからでは。出て押さえる。あ、隅の目が違うと。目が、ただここは、ね、これで、こう作る手は大丈夫ですか。そこで、今度は。できる渡してやろう。この空に。あ、なくなっちゃう。渡してない、ごめん。忘れて、そうだな。三体ますから、繋いで負けですね。あ、でも負けてもいいね。こうですか、またややこしいな。まあ、ちょっと危険ですね、今はね、ではあるそうですね。まあ、いろいろあって白が入れたわけですね。うん、まあ、一応黒が先手で打ったから、行きましたんで、まあ、成功しましたよね、黒。
で、飛びに回って、まあ、なんとなく黒が優勢かなと思った優勢だと思っちゃうわね、これもう。なんかそうできんような気がしてね。この後がすぐね、巧妙なんですよ、また。まあ、ツケはね、まあ、打てるんですけど、まあ、飛びがあるから下がりますよね。しかしね、こんなとこ手にされてはね。で、こうやってね、やっぱりうまいんですよね。真ん中をね、こう広げよう、見せかけて隅を狙ってるんですよね。ここからね、こう打ってからこうやってからね。これは何、どういうことなんですか、これは。まあ、まあ、隅入れれば真ん中大きいでしょって。普通通り、あ、手抜けば、まあ、例えば隅をね、はい、隅、まあ、これちょっと頑張りますけど、まあ、取れば、こういうふうに出して、まあ、こういうふうに打って真ん中大きいでしょって言ってるわけですよね。これ勝てるか。これがちょっとこの自信ないですよね。まあ、ちょっとはばらかしたりになりますよね。それからこうやってとかね、なんか巧妙ですよね。ここつけた時に何か上打ったらええというのを不思議に返したんですけども、つけた時どうなんですか。上伸びですか。上伸び、それもちょっと辛いですよね。あ、羽根、はいはい、羽根はあるんですけどね。ね、うん、ただこれまだあと切る手とかね、跳ねる手とか残って、切るとなんかちらっと読んだけど、こうやって打ってきゃ硬くて、もともとこれ隅に生き残りですからね、うん、当ててたらえば簡単にいけますのでね。これ、うん、いやだこれはこんな形で切りすぐなるんだよね。いやこれ飛んだところですから、はい、まあ、つけられたら下がりたくなるんです。やっぱりこれでこうはちょっとやりにくいんです。これがなければね、こうやるんですけど、ここ打った瞬間にこうやられると、こうなんかもう手ですか、これ。いや、分的には出ないですよ。もちろん分的には出ないです。こうやって打つと、え、それでも、こう、しんどくこれはでも、ね、跳ねかけて跳ねかけて、こうなって、こうなって、うわぁ、気持ち悪いですよ。こうなって、出たとき引かなきゃいけないですから、これは気持ち悪いです。これ気持ち悪い。もう隅取っても真ん中大きくなりそうですから。思い出かなかったこれ。何の手になっちゃうね、これ。まあ、白はね、隅で生きようというわけじゃない。白の受け方によってね。受けまで、ここも持って手なんですかね、これ。いや、手にはならないですよ。だから手にならないけど、真ん中大きくなるか。で、パッと打ったんですよ。手にさせて。まあ、そういうのになるんですよね。こうね。このコンビネーションが絶妙なんですよ。すごいですね。これはもう手ですよね。こうなる。もう手ですか。はい、手です。もうここに行きましたから。あ、すごいじゃんね。これはしょうがない。こんな手ですか。ね。で、裏ですね、これ、片継ぎの方が行きたいと思います、これは。こういうのも取りに行けないはずです。この日に、この日であるの。つなぐと、お隅ぐらいで行っていい。まあ、かけ継ぎですね。まあ、押さえて。押さえて。この切りがあります、ね。あ、切りがあるんだね。はい。あ、そうか。ただ、まあ、無条件で生きると、この辺がまた効いてきますので、白としたらこうにした方が正しいですね。わざと、こう誘ってるんですね。終わりだから言っても、終わり。終わりだから言っても、もうそろそろって。この時間。まあ、これでこう絶対にこうやって、お互いに一個ずつあるんですが、あ、黒もここにありますからね。いつも言いにくい。でここにまた白があるんで、石がなくなりますね。もうちょっとやりたいんですけど、石がなくなっちゃう。ああ、石がなくなる。まあ、この球を見てなければいいんですけど、結局ですね、黒はこのコウに勝つために、この損コウを打たざるを得なくなっちゃったんですね。
これはですね、自殺者なんですよ。ダメを詰めちゃいますので、あの黒が取れてるところを逆に白に取られてしまう、ひどい損耗なんですよ。だから結局これを打つこと、打たされたもんですから、白はこうに負けても、これを取って、まあ、白が優勢になってたと思うんですよね。打っちゃうからね。はい、でこの本校はひどい損耗なんですよ。こうに勝つためとかいうね。ただこうダブルするとここは、今度は無条件で捉えますからね。まあ一時それで白は優勢なんじゃないかと思うんですけどね。ただこの後がまた難しくて、まあ最後はねこの白は取られてしまったんですけども、まああのここにコメントをまあちょっと参考にしていただければいいと思います。今日はここに来た時にここに出てれば。多分寄せ勝負で、まあ、真ん中の陣がね大きいですから、寄せ勝負で、まあ、白が勝つかどうかは分かりませんけれども、その方が良かったんじゃないかなと思うんですけどね。最後は結局、この白はね取られてしまったんですよね。ありがとうございます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 。次回も難しい。解説できないの難しいんで。ありがとうございました。あ、こんにちは。じゃあ、イオちゃん、イオちゃん。なんか質問とかないですか？あの、全体的に。せっかくなんで。ありがとうございました。お世話になりました。じゃあ止めます。